三浦義雄、世界選手権は、子供の頃からの夢、思い出のシーンは、羽生譲さんの、ホープレガシーと、宇野昌磨の、ボレロ、フィギュア。三浦義雄の世界選手権挑戦、夢からの一歩。フィギュアスケートの舞台、世界選手権への挑戦が迫る中、18歳の三浦義雄が独自の夢を追い求めます。長野市若里市民文化ホールでの会見で、彼は、 世界選手権は今シーズンの目標の一環。出場するからには、勝ちに行くつもりで頑張りたい、と胸を張りました。三浦選手は昨年の決勝から立ち上がり、大会への思いを語ります。悔しい思いもあった大会なので、こうして代表の差をつかむことができて本当に嬉しいと初の大舞台への期待を胸に抱いています。夢に向かって挑む中、選手たちの思い出深い瞬間を振り返りました。羽生譲さんの ロープアンドレガシー、宇野昌磨選手の、ボレロ。彼らの奇跡は世界選手権を彩り、三浦選手は笑顔で、子供の頃からの夢と挑戦者の心意気を明かしました。のびのび滑りつつ、いい結果を残したいとの意気込みを胸に、三浦義雄が夢への一歩を踏み出します。期待と興奮が膨らむ中、彼の新たな旅路が幕を開けます。三浦義雄の世界選手権挑戦、夢からの一歩。 フィギュアスケートの舞台、世界選手権への挑戦が迫る中、18歳の三浦義夫が独自の夢を追い求めます。長野市若里市民文化ホールでの会見で、彼は、世界選手権は今シーズンの目標の一環。出場するからには、勝ちに行くつもりで頑張りたい、と胸を張りました。前夜の代表発表、2学年上の鍵山優心、20、オリエンタルバイオ中京大、佐藤俊、19、 エイムサービス、命題、と焼肉を食べながら待機して迎えた瞬間が、彼にとっての新たなスタートの合図でした。2022年大会は怪我で欠場した苦い思い出がある中、彼は悔しい思いもあった大会なので、こうして代表の座をつかむことができて本当にうれ、シート初の大舞台への期待を胸に抱いています。世界選手権に臨む彼が胸に刻んでいるのは、過去の偉大な選手たちの瞬間です。羽生結弦さんの、 ホープアンドレガシー、宇野昌磨選手のボレロ。彼らの演技が描くストーリーは、フィギュアスケートの歴史に輝くものでした。世界選手権は子供の頃からの夢と、三浦選手は挑戦者としての心意気を笑顔で明かしました。挑戦の舞台である世界選手権は、ただの試合ではなく、選手たちの夢と情熱が渦巻く場所です。三浦選手は、のびのび滑りつつ、いい結果を残したいと意気込みを語りました。 夢に向かっての一歩を踏み出す瞬間に彼の未来への期待と興奮が交錯します。長野市若里市民文化ホールでの会見では緊張と期待が入り混じった空気が広がりました。三浦選手はフィギュアスケートへの情熱と夢を胸に世界選手権は今シーズンの目標の一環。出場するからには勝ちに行くつもりで頑張りたいと強く語りました。彼の言葉からはただ勝つだけでなく 夢を追い求める姿勢が伝わってきます。夢を追いかける姿勢は、2022年の大会への出場を欠場した経験による悔しさを乗り越え、新たな一歩を踏み出す決意につながっているようです。前夜の代表発表での緊張感、焼肉を食べながら迎えた瞬間、これらのエピソードは、三浦選手にとって新しい挑戦のキラの幕開けを告げるものでした。怪我で欠場した2022年大会への思いが、 彼の挑戦の原動力となっています。フィギュアスケートの世界での偉大な瞬間を挙げ、世界選手権は子供の頃からの夢と語る笑顔。これは彼がただの選手ではなく、夢を追い求める挑戦者としての姿勢を表しています。彼が挑戦の意気込みを語る姿は、ファンだけでなく多くの人に勇気と希望を与えることでしょう。ハニュさんの、ホープアンドレガシー、宇野昌磨選手の、ボレロ。これらの名演技が、 世界選手権の歴史に刻まれています。三浦選手は、そんな瞬間に触発され、のびのび滑りつつ、いい結果を残したいと語ります。彼が目指すのは単なる勝利だけでなく、夢を追い求めるプロセスの中で残る感動と記憶です。世界選手権は、ただの大会ではありません。それは夢を現実にするための場所であり、挑戦者が自らの限界に挑むステージです。三浦選手は、 そんなステージでの自分自身の挑戦に胸を躍らせています。伸び伸び滑りつつ、いい結果を残したい。この言葉には、彼のフィギュアスケートへの真摯な姿勢が現れています。結果だけでなく、そのプロセスが彼にとって意味を持つことを示しています。夢への一歩を踏み出す三浦義雄の姿勢に、多くの人が共感し、彼の挑戦を応援することでしょう。三浦選手の挑戦の舞台が近づくにつれ、 期待と興奮が高まります。彼の言葉や笑顔からは、フィギュアスケートへの深い愛と夢への強い思いが感じられます。世界選手権が彼にとって新たな一歩となり、夢への挑戦が輝く瞬間が迫っています。三浦義雄の夢への挑戦が世界選手権のステージで輝く。長野市若里市民文化ホールで語られた言葉と笑顔から、三浦義雄の夢への真摯な挑戦が見て取れました。彼は、 世界選手権は今シーズンの目標の一環。出場するからには、勝ちに行くつもりで頑張りたいと強く語り、2022年の大会への欠場からの復帰を果たしました。前夜の代表発表の瞬間や、過去の偉大な選手たちの演技に触発された彼は、ただ勝つだけでなく、伸び伸び滑りつつ、いい結果を残したいという意気込みを語りました。彼の言葉には単なる成績追求だけでなく、 夢を追い求める情熱が溢れています。羽生結弦さんや宇野昌磨選手の名演技を挙げ、世界選手権は子供の頃からの夢と語る笑顔。これは単なる競技者ではなく、夢への挑戦者としての三浦選手の姿勢を象徴しています。彼は挑戦の舞台で、自らの限界に挑む覚悟を胸に刻んでいます。世界選手権はただの大会ではなく、夢を現実にするためのステージです。 三浦選手はそのステージでの自らの挑戦に胸を躍らせています。挑戦のプロセスが結果だけでなく意味を持つことを示し、のびのび滑りつつ、いい結果を残したいという言葉が、夢への一歩を踏み出す彼の姿勢を象徴しています。期待と興奮が高まる中、三浦義雄の挑戦が世界選手権のステージでいかに輝くか、彼の夢への一歩が、新たな感動と記憶を生む瞬間が迫っています。 ファンや多くの人々は彼の挑戦を心から応援し、その奇跡に共感することでしょう。三浦選手の夢への挑戦が世界に感動と勇気を届けることを期待しています。